皆様こんにちは、ミニマリストリーです。今日も音声によるラジオ形式でお届けいたします。チャンネル登録していただいたりコメントをいただけたら嬉しいです。このチャンネルは物が多くて家が片付かなくて困っている方に向けたチャンネルです。物を上手に手放して家をすっきりさせるためのお話をいろいろしておりますので、ぜひ最後までご覧くださいね。片付けは私の生きる原動力とも言えます。掃除をするたびに物をどかさないとならないとき、ああここに物がなかったら掃除が断然楽になってすぐに取り掛かれるのになぁと思います。気になったものはその場ですぐに片付ける、どかす。床に直置きしてあるものが一番のストレスです。1個置いてあるだけで家がすごく散らかって見えます。1個置いてあるのと全く置いていないのでは雲泥の差なんですね。足が引っかかって危ないとか、荷物があるせいで避けて歩かないといけないとか、まっすぐ歩けないとか、そんなことぐらいでと思うかもしれませんが、これが毎日のことになるとすごくストレスになるんですね。なので床に置いてあるものは捨てますよと家族に宣言してあります。こんな感じで日々いろいろ手放している私ですが、服はなかなか手放せないアイテムの一つです。皆様へのアンケートでもやっぱり服の捨て方は一番難しいと皆さんおっしゃっていました。でもぎっしりのクローゼット、ぎゅうぎゅうの引き出し、自分がどんな服を持っていて何が入っているのかもよくわからなくて、朝服を選ぶのも嫌になってしまいますよね。こんな状態は嫌ですよね。今日こそすっきりさせましょう。布類は本当に場所を取ります。不要な服を手放すとこんなに場所があったんだといつも感激するんですが、特に夏服は軽くて面積も小さくて、捨て活をするとクローゼットがすっきりするので気分爽快です。効果が目に見えるのが大好きです。先日衣替えをして、私のクローゼットは夏服仕様になっているんですが、衣替えで出しては見たけど去年も一昨年も着ていなかった服、これが目につくようになってきました。服を出すときに目的の服が取り出しにくいんですね。不要な服があるせいで邪魔になっているし、クローゼットを圧迫しているし、見るたびにどうにかしたいと思っていました。これがなくなったらさぞかしすっきりするだろうなと思うので、今日は思い切って手放します。私はミニマリストを心がけていて、不要なものを手元に置かないように気をつけているんですが、うっかり残してしまっているものというのはやっぱりあります。こういったものを見て見ぬふりしないで、今日は思い切って手放そうと思います。今日のターゲットは保留ボックスに入れてある服です。捨て活の最中とか衣替えの時に着ていないけど捨てられないものを入れておくための箱や袋を保留ボックスまたは二軍ボックスと呼んでいます。処分する決心がなかなかつかない服ですね。自分が気に入って買ったのに処分するなんて罰が当たるとか、買った時の金額を考えるともったいない、今年こそは着るかもとつい取っておいてしまいます。いつも手放すかどうか迷って保留ボックスに入れておいて、衣替えの時にしまって、また次の年に衣替えで出してというのをずっと繰り返している服というのがあります。いつかは端切れにして再利用したいなとか、リメイクしたりパッチワークでバッグとか座布団カバー、ベッドカバーにと夢は膨らみますが、結局手作りで何か作っている時間もなくて、衣替えで出したりしまったりしているだけの服、皆さんもあるんじゃないかと思います。私もあります。今日はそんな二軍の服たちを思い切って処分しようと思います。その時の処分ポイントも説明させていただきます。衣替えで夏服を出しては見たものの、やっぱり去年着ていなかった、買ったけど一度も着ていなかったという服を思い切って手放して、目安は不要な服を8割削減することです。こういったずっと二軍の服は
買ってしまったことを後悔して、見るたびにああまた着ないものを買ってしまったと反省したり、精神的にも良くないですね。家から出してしまいましょう。もちろん単にゴミ箱に捨てるのではなくて、新しいものとか状態のいい服は譲ったり寄付をしたり、古いものや破れたものはリサイクルに出したり再利用したり、いろいろ方法はあるので、その服に合った手段で手放しましょう。結論から言うと、ネットショップで買ったものはやっぱり手放す率が高いです。色が思ったものと違う、サイズが違うなど後悔ポイントが満載です。ネットショップのサイズ表を見てきちんと測って自分にぴったり合うサイズを買ったはずでも、肩幅とか肩紐の長さ、ウエスト、丈、袖の長さ、襟の高さ、微妙に合っていないだけで着心地が悪くなりますよね。あとは素材の感触、色、似合う、似合わない、タグが硬くて襟元とか脇でチクチクする、ノーアイロンでいいはずなのにシワがひどいとか、実物を見ないで買ってしまったから思っていたものと違うというのは致命的ですね。やっぱり店で試着して買わないと服はダメだと思っています。あとはたとえ店で買ったとしても、セールで2枚買うと2枚目は半額とか、3枚買うと4枚目は無料とか、買う予定がなかったけど安くなっているから買った服、必要じゃないけど買ってみたという服も、結局はそんなに好きじゃなくて着なくなる率が高いですね。サイズがぴったりじゃないけど、形や色もそんなに好きじゃないけど、無料ならと思って無理やり無料の4枚目を選んでしまった場合ですね。無料ならいいじゃないかと思うかもしれませんが、こういった服は着ないのにずっとクローゼットの場所を取り続けて、捨てるのも罪悪感があって捨てられないし困ってしまう服です。あとはたまには違う感じのものを買ってみようかと魔が差した時、ワンパターンはつまらないかなって思ってしまう時もありますよね。私もいつも黒か白を買ってしまうから、たまにはピンクをとか思ってしまいますが、でもワンパターンでいいんですよね。長年服を着てきて自分に似合うから、自分が好きだから、自分の傾向が分かっているからワンパターンになっていくんですね。なので違う感じのものを買っても結局着なくなるということが分かってきました。私は松任谷由実さんが大好きなんですが、ユーミンがコンサートで着ていた花柄のワンピースがすごく素敵で、同じようなものが欲しいなと思ってネットで探して買ったんですが、似合わないんですね。花柄を着たら気分も華やぐかなと期待しましたが、外に着ていくのはちょっと恥ずかしいけど家の中ならと思いましたが、一度も着ていません。結局私が好きなのはモノトーンか茶系なんですね。それにジーンズとか黒いパンツ系を合わせるのが私のいつものパターンであって、一番自分らしい服なんですね。あとは着慣れないもの、これも着なくなりますね。例えば私の好きな農業系 YouTuber の人が着ていて、庭仕事をするときにいいかもと思って買ったオーバーオールのつなぎがあります。でもこれアイロンをかけないとくしゃくしゃだし、上下につながっているのでしゃがむと布が引きつってしまって座りにくいし、膝を曲げにくいし、何度か着て着なくなってしまいました。庭仕事をするときはオーバーオールよりもトレーニングパンツと T シャツの方が全然動きやすいです。そしてこのショートパンツ、暑い夏に家で履こうと思って買ったショートパンツがあります。友人が履いているのを見てすごく素敵と思って買ったんですが、自分は夏場でも足は冷えるということを忘れていました。パジャマとして着ても夜は足が寒くなるので使っていませんでした。しかも2枚買えば安くなるセールだったので2枚買ってしまいましたが、結局履いていなくて保留ボックスの常連でした。次に、これは夏服ではないんですが、ドレッシーなデザインが気に入って買ったエプロン、これもついでに手放します。このエプロンの最大の問題はアイロンが必要なことです。
買ったばかりの時は素敵だったんですが、一度洗濯したらアイロンをかけてもかけてもシワがなかなか取れない素材だったんです。面倒なのでノーアイロンのエプロンを結局使ってしまうので使わなくなりました。そしてこのタンクトップ、ユニクロのブラトップを愛用し始めてからずっと着ていないので、こちらも手放します。そしてこのスポーツウェア、自分ではそんなに好きじゃなかったんだけど、お店でかっこいいよ、似合うよと旦那さんに言われて買ったスポーツウェアなんです。でもある日これを着ていたら旦那さんにそれダサいと言われてしまって、かっこいい、似合うって言われたから買ったのにと思って、それ以来着てません。自分ではそんなに気に入っていないのに他の人に素敵だと言われたから買ったというパターンです。他の人の意見で買った服、そういう人も結局着なくなりますね。買うときは自分が気に入ったから買う、それが一番です。あとは着にくい服、着心地の悪い服、着ていて気分が上がらない服も着なくなります。この服ワンピースで楽でいいし涼しそうだし、プレーンなデザインで落ち着いていていいかなと思ったんですが、色が地味すぎるのかなぜか好きじゃないんです。グレーが落ち着いていていいかなと思ったんですが、いざ着てみるとなんか気分が沈んでしまうんですね。なんだか肌の色までくすんで見えて老けて見えるような気がします。ゆとりがあるデザインで風が通るかと思ったら意外と暑いし、ストンとしすぎていてかえって太って見えるし、滑りが悪くて歩きにくいし、変にスリットが入っているのでセクシーなんだか保守的なんだかわからない。なのでこれもずっと2軍の夏服として保留ボックスの常連でした。衣替えで毎年出すけど、今年こそ着ると思うけどやっぱり毎年着ない服なんですね。見るだけで自己嫌悪に陥るので手放します。逆に色が派手すぎる服も着なくなります。気分が上がるかなと思って原色系のピンクのマキシワンピースを買いました。おしゃれをして出かけるときに着ようかなと思いましたが、出かけるときは結局いつもの黒のワンピースを着てしまうし、海に行ったときに着るかもと思って買いましたが、海に行くことは全くなくて結局はいつも保留ボックスに入っています。こうやって見ていくと服を着なくなる原因はいろいろありますが、ネットショップで買ってしまった、アイロンが必要、似合わない、色が派手、地味、着心地が悪い、サイズが合わない、好きじゃないのに買った服、魔が差して変わったものを買ってしまったというのが主な理由なようです。捨て活をしていくと着なくなっていく服のパターンが分かってきます。そして着なくなる服を買わないようにしなければと思うので、無駄な買い物がなくなります。服を捨てるのはやっぱりもったいないし、結局はお金の無駄になって、捨て活をするための時間やエネルギーももったいないです。それよりももっと大切なことにお金を使いたいですよね。不要な服は手放して、クローゼットをすっきりさせて、毎日の服を選びやすく効率的にしていきましょうね。捨て活をすることによって結局物を大切にすることにつながると思っています。今日のお話が参考になったら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。